日本政府が長射程ミサイルを発射可能な潜水艦の実験艦を建造する計画で調整を始めたという情報が入ってきました。今回のテーマは長射程ミサイル発射実験艦の建造についてです。トマホークは言うまでもなくアメリカ製ですが、日本にこのミサイルの売却を承認することは、一蓋式能力向上型を導入するまでのつなぎということでしょう。確かに配備はできますが、実験艦の建造は急いだ方が良いと思われます。2022年10月31日からアメリカ軍と韓国軍の大規模合同演習が始まっています。参加している航空機は200機以上とされていますが、この動きを牽制、嫌がらせするかのように、北朝鮮は日本海方面へのミサイル発射を繰り返しています。北朝鮮は11月2日には1日で20発もの短距離弾道弾を発射しています。翌3日も朝から弾道弾を発射したとみられます。この日は日本では文化の日で祝日でしたが、多くの報道番組ではこの状況を報じる緊急速報が流されていました。一言で表せば予断を許さない状況ということでしょう。日本海ではなく、黄海とか、韓国側に発射すればいいのになどと思ってしまいますが、やはり、同民族という前提があるので、よほどのことがない限り、韓国へは攻撃する気はないのでしょうね。そう考えると、2010年、平成22年の野別坪島攻撃は異例だったと思われます。さて、北朝鮮がこうして、ミサイルの乱射を行うのは、アメリカ、韓国の合同軍事演習を睨んだ、牽制行為とみなすのが自然なことで、無論、最大の理由とは思えますが、それだけではなく、北朝鮮が、開発力やテクノロジーの高さをアピールする思惑もあるのではないかと見られます。その証拠に、以前よりは、発射の回数が、かなり増加しているのです。こういった状況の中で、日本を含む近隣国のミサイルなどの軍備状態を改めて考えてみますと、日本の仮想敵国とされるロシア、中国は、すでに、長距離巡航ミサイルを保有&配備を済ませていますし、北朝鮮は開発中と見られているのです。そして韓国です。アメリカを介して、日本とは、準同盟国的な関係ですが、国産の長距離巡航ミサイルをすでに配備しています。中国への対抗策の一つとして、台湾との友好関係が挙げられますが、台湾も近日中に巡航ミサイルの配備を行う予定になっています。こういった国に遅れを取ってはならないとばかり、日本も一蓋式地対艦誘導弾能力向上型を開発中なのです。現在陸自が装備している一蓋式地対艦誘導弾は、最大射程約 200km 弱とされる陸上発射型の対艦攻撃用ミサイルですが、開発中の能力向上型は、最終的には、射程距離が約 7.5 倍のおよそ 1500km 以上を目指しているそうです。とは言っても、この能力向上型の開発が終わって、実際に配備が可能になるのは、4年後の2026年度という予定ですし、今から4年というブランクが生じる目で、最近はアメリカからトマホーク巡航ミサイルを調達して、このタイムラグを埋めるという案が報じられているのです。日本の大手マスメディアの多くが、アメリカ製トマホーク巡航ミサイルは、最大射程距離 1250km から 1600km と報じていて、海地が今保有している護衛艦の VLS 垂直発射艦から使用可能とも述べています。前述のように、周辺国では日本を
攻撃可能な弾道弾を、ロシア、中国、北朝鮮の三大仮想敵国は、当然保有していますし、北朝鮮と地続きで対峙している韓国も、その分野の兵器を一応配備している状況です。そう考えると、弾道弾を持っていないのは、日本と台湾の2カ国のみということですが、前述のように、台湾は国産長距離巡航ミサイルをすでに配備していますから、その意味では、日本だけ、が長距離の攻撃手段を持たないと言えましょう。こういう現実を踏まえた場合、韓国や台湾はともかく、日本の三大仮想敵国である、中国、ロシア、北朝鮮に対抗する手立てを持たないというのは、非常に心もとないと感じられるのですが、やはり、マスメディアなどの批判も多いようです。展開される主な論理は、今の日本政府は、ロシア・ウクライナ戦争や北朝鮮のミサイル発射を口実として、今まで憲法に基づいて、日本が重視してきた自衛隊の専守防衛の理念をかなぐりして、これを機に軍事力を強化しようとしているというものです。このような言説は、これまで、日本の自衛隊が、専守防衛を理念として、防御を担う盾の役割に徹し、攻撃する矛の役割を担うのは在日アメリカ軍という考えを主張していると感じてしまうのですが、備えを持たない恐ろしさには、いかにも無頓着のようであるとも思われるのです。1945年、昭和20年、日本はアメリカに降伏し、これで太平洋戦争は終わりました。敗戦した日本は、戦力を持たないという憲法の下、警察隊と名前から自衛隊に改名した組織を、軍隊ではないという建前で、アメリカ軍に攻撃面を全面的に委ねるという政治的判断を下し、安保条約が締結されました。その後、日本は防御的な兵器のみを装備し、それは軍隊には当たらないという苦し紛れの弁解を貫いてきました。冷戦時代には自衛隊が保有すべきではない兵器は何かと問われると、大陸間弾道弾や攻撃型航空母艦、戦略爆撃機が具体例とされ、こういった兵器は攻撃的なので保有しないと表明していたのです。しかし、時代とともに兵器の位置づけは変遷していきます。例えば、戦略爆撃機のような存在は、今やアメリカやロシアなどのごく一部の軍事大国にしか存在しませんし、マルチロール機化した戦闘機が兵装によってその役割を担うことになっています。また、当時も攻撃型の航空母艦と表現されたように、今の海自では、ヘリコプター搭載型護衛艦であるいずも、型を改修し、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を艦載機にする計画を立て、時間はかかりましたが実現しました。そして大陸間弾道弾ですが、核弾頭を搭載可能な長距離弾道弾を指していると思われますが、核兵器こそ搭載しないものの、射程距離だけを見ると、一二式地対艦誘導弾能力向上型のように、日本から中国大陸に届くものも実現しつつあるのです。このミサイルが完成して配備されるまでの時間稼ぎ的な存在として、今回、トマホーク巡航ミサイルをアメリカから調達する予定になっているわけですが、その兵器を防御的か攻撃的かといった区分でくくる考え方は、すでに限界に来ていると考えられるのです。確かに、日本がこれまで守ってきたミサイル防衛等の考え方からすれば、敵の弾道ミサイルを迎撃するための SM-3 等のミサイルは、攻撃的ではない防御兵器と呼べるかもしれませんが、防御兵器は、すべての脅威を排除できるわけではありません。日本に向けて飛翔してくる長距離弾道弾が数発ならば、まだしも、最近の北朝鮮が行っているような短時間で多数を発射された場合、海自が配備している
護衛艦が搭載している SM-3 の数以上になってしまいます。このように、敵の迎撃ミサイル数を超える攻撃は、かつての冷戦時代に、旧ソ連がアメリカの空母打撃群を無効化するべく編み出した、飽和攻撃という手法です。今や、すべてのミサイルに応用されて、迎撃の難易度を非常に高くしていることも事実でしょう。また、昨今のロシア・ウクライナ戦争でも明らかなように、弾道弾は、元より、巡航ミサイルや、簡易自爆型ドローンに至るまで、空爆の手段は多様化していますから、これらすべてに対抗できる、迎撃システムを備えることも、非常に難しいでしょう。余談ですが、ドローンは、元より、個人携行型ロケット弾にまで、対応可能な防空兵器としては、イスラエルが配備しているアイアンドームが有名ですが、迎撃対象とのコスパ、費用対効果を考えると、整合性が合うとは言えません。アイアンドームは、確実に対象を迎撃する、常に2発ずつ発射する防空システムなのですが、非常に高価です。このミサイルより、ロケット弾や一部のドローンの方が安価ですし、こうした兵器による攻撃に、何度も何度もさらされれば、防御側の負担が増す一方というのは、自明の理と言われます。それでも、今のウクライナは、イスラエル製アイアンドームの供与を強く希望していたのですが、ロシア・ウクライナ戦争には、中立の立場を貫くイスラエル側は、頑なに了承しないので、ウクライナは、ロシアの攻撃によるインフラ破壊に苦しんでいます。こういった現実の戦争を見るにつけ、防御用兵器をどんなに充実させたとしても、限界があることが痛感できます。だからこそ、いかにして相手の攻撃を思い止まらせる努力が必要と考えられます。敵よりも長射程から、攻撃が可能な兵器を備えておくことも、その方法の一つでしょう。その意味では、今開発中の1不敵地対艦誘導弾能力向上型と比較しても、実際の戦闘では使用されたことがない兵器より、中東方面での数多くの実戦で、成果を上げている、トマホーク巡航ミサイルの保有を誇示する方が、抑止力としてはふさわしいのではないかという意見があるそうです。